どうもクレシンマニアです。今回はいつも弱気で泣き虫なマサオくん。テレビ版でもその性格が真逆に覚醒することがありますが、今回は映画で覚醒した場面をご紹介します。皆さんはいくつ知っているでしょうか？2000年公開の嵐を呼ぶジャングルでは、ジャングルで遭難した春日部防衛隊、うっかりしんのすけに水分を頼んだのが間違いでした。しんのすけが持ってきたのは醤油、水分補給としては絶対飲めません。そんな中、水場を見つけましたが、そこにはワニの大群がいて水を飲みに行くことができません。そこでじゃんけんで負けたマサオくんがおとりになって、その隙にみんなで水を飲みます。おとりになったマサオくんは気づけばワニの大群に囲まれてしまい絶体絶命。もうダメかと思った時にみんなが声をかけました。生きて帰って愛ちゃんに会うんでしょ？その通り。巷じゃマサオくんのこと好きだってもっぱらの噂だよ。その言葉でマサオくんは覚醒。普段では絶対見せない身体能力でワイの大群から逃げることができました。愛ちゃんパワー恐るべし。2001年公開の嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲では、なんと春日部防衛隊が協力してバスの運転を行います。最初は坊ちゃんがハンドルを握っていましたが、それにずるいぞ坊ちゃん、一人だけ運転して不公平だぞとしんのすけが不満を言ったので、ローテーションでまずマサオくんが運転をすることになりました。最初は怖くて泣きながら運転するマサオくんでしたが、普通の自動車にバスで体当たりをすれば倒せることがわかります。すると突然覚醒、ぶっ飛ばせベイベーとバスを大胆に運転。イエスタデイワンスマーを運転テクニックで圧倒しました。やはり調子に乗るとすごい男です。2003年公開の嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードでは、指名手配されているしんのすけを自らスイートボーイズに密告したマサオくん。しんのすけに、ひどいぞマサオくん、ひどいぞみんな、オラを裏切るなんて、裏切り者、オラはそんな子に育てた覚えはないぞと言われてしまいました。この後に声が小さくなりながらも、もう一度マサオくんと言っているあたりが、マサオくんの裏切りをしんのすけが許せないことがわかります。しかし春日部防衛隊みんなで話し合い、しんのすけを信じてあたりまで連れていくことに。逃走中にジェットコースターに追い込まれた春日部防衛隊、ついに逃げられないというところまで来ましたが、マサオくんは過去の自分を後悔してジェットコースターを切り離して捨て身の特攻を決めました。帰ったら僕がどれだけ勇ましく戦ったかを愛ちゃんに伝えてくれと愛ちゃんへのアピールを忘れないところが、さりげなくマサオくんのずる賢さが見える場面です。2006年公開の伝説を呼ぶ踊れアミーゴでは、こんにゃくローン溶かす液を手につけたマサオくんでしたが、最初は怖がって全く倒せませんでした。しかし偶然倒すことができ、覚醒、自らこんにゃくローンを倒しに行きます。2009年公開のおたけべ春日部野生王国では、人類動物化ドリングで動物になってしまったマサオくん、コウモリになってしまい敵に襲われて泣いてしまいます。その声が偶然超音波を出す結果になり敵を撃破。自分が強いと分かると表情を変えて反撃に出るマサオくんでした。それにしてもコウモリって嫌われ者のイメージですが、その動物にマサオくんが選ばれるって。2011年公開の嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦では、レモンにヒーローショーのオーディションと騙されて、ヘーデルナ王国の追手からしんのすけを救出するために手助けをします。みんなが演技でアピールする中、マサオくんだけは、旦那、あの二人はギャラに相当かめついですぜ、その点私は相当安くと他の友達の評価を下げる発言で自分を上げようとしていました。2013年公開のバカウマ B 級グルメサバイバルでは、
永久グルメラバーズのフォアグラニシキにねねちゃんが捕まった際に、マサオくんは、やめろ、ねねちゃんを離せと足をガクガクさせながら言いました。そしてソースを持っているのは僕だとフォアグラニシキに勝負を挑みます。ダメよマサオくん、殺されちゃうわよとねねちゃんを止めますが、一緒に焼きそば食べるって決めたじゃないか。あのマサオくんが一歩も譲りません。そして本当に果敢に挑んだのでした。私は映画のマサオくんの中で一番このシーンが好きかもしれません。弱虫のマサオくんが大切な友達のために命を懸けるなんてかっこよすぎます。2016年公開の爆睡夢見ワールド大突撃では、悪夢に負けてしまったマサオくん、しかし自分の描いた漫画から勇気をもらい覚醒、漫画家をなめるなとペンを剣にして悪夢と誘拐に立ち向かいました。弱気のマサオくんが自らの力で覚醒する貴重なシーンです。2018年公開の爆盛りカンフーボーイズラーメンタイランでは、習いたてのプリムリ剣でマサオくんは不良園児を追い払いました。またプニプニ剣の修行で一度は挫折したマサオくん、しかしランちゃんの暴走を止めるためにカスカベ防衛隊を導く役割を果たしました。トゲトゲやガチガチにならず、常にプニプニの心であれ。人は柔らかい心を持って己のことばかり考えずに他人とつながって生きるべし。みんなプニプニの心を忘れたの？僕たちだってプニプニ剣の修行したじゃない。プニプニの心は僕たちの中にあるんだ。マサオくんが輝きすぎる素晴らしい覚醒シーンでした。他のみんなもマサオくんを初めて兄弟子として思わず認めてしまいます。この時このセリフは、一度挫折して天才ではないマサオくんじゃないと出なかった言葉だったのではないかと私は思いました。いかがだったでしょうか。マサオくんの映画での覚醒シーン、いつも弱虫で泣き虫なマサオくんだからこそ勇気を出した時のギャップで胸がときめいてしまいます。皆さんのマサオくんの好きなところもコメントで教えてくださいね。それからチャンネル登録と高評価もお願いします。